蝶々号と謎の鼻台か鼻声か分かんないやつをちょっと、食べかつこの沖縄のタイドプールでよくわからない生き物を探していきたいと思います。このタイドプールっていうのがね、こういう潮の満ち引きで魚が取り残されちゃってこういう風になってるところでハゼがいっぱいいますね。なんかカラフルな魚みたいな。虫がいっぱいいる。うわ、船虫すごい。船虫がすごい。タイドプールでタイドプールで生き物を捕まえるのは無理なのかな、この感じ。あ、全然ダメ、いない。ああ、湿ってる。さっきまで海底だった感がすごい。ああ、サンゴって感じじゃないですね、この辺。砂浜で。ああ、でもやっぱちっちゃい魚がいっぱいいる。すごいね、でも、うん、なんかいないかな。よいしょ。おいたいたいた、ナマコ。ナマコ、いたいたいた。これナマコっすね。ニセクロナマコっていう多分毒のナマコですね。食えない。1、2、3匹、4匹かな。おー、ナマコですよ。ナマコじゃん。いいね。これを見に来た。ちょっと触ってみましょう。食ったらダメだけど、触る分には多分問題ないんで。よし。もうチンコみてえだな。おお、おお、あったかいね、ここ。すげえ、でっかい、大きい。多分ナマコいじめると口から内臓吐くんで、なんかそこに毒がいっぱい入ってるって聞いたことがあります。ニセクロナマコ、結構熱帯魚ショップに掃除屋として売ってますね、こいつもね。ああ、この辺はハゼかな。ハゼ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 ばっか。ナマコバイトくん、よいしょ。あ、すごいすごい、おっきいおっきい、水出してる、いっぱい出たね。おお、ナマコバイトくん、強く生きろよ。ちょっと他に水生生物みたい。あ、飛行機バイトです。ないかな、なんか。ここに蝶々王がいるんで、後回しにします。で、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 お、あ、なんかいる、なんかいる。鼻の中になんか入ってった。カニかな、エビだったら面白いけど。お、これは、お、これは、あれか、エラコか。これですね、これ。これ、エラコじゃないかな、多分。わかんないけど。これ。イソメの仲間、ほらほら潜った。これエラコだ。イソメのケツがヒラヒラになってて、それでなんか海中のプランクトンを起こして食うみたいな生き物だったはずです。エラコですね。楽しい。なんか色ついてんのみたいな。で、さっき見た穴はこれか。何がいるかわかんない。さて、何がいるか。こういうタイドプール、地元だとなかなかできないんで楽しいですね。あ、ナマコ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 ばっか。バカの一つ覚え。ナマコしかいねえよ。いやー、ナマコにあったけ。ナマコバイトです。帰れ。いないね。あ、いた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 、魚いた、魚いた。ちょっと大きめの魚、黒いやつ。あ、動いてる動いてる。
あれなんだろうな、カエル王かな、なんか長くて地表張ってそうな見た目してるもんな。よし、ここの下に隠れたの。いや、わかんないですねこれは。あ、いた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 、あ、いたいた、あ、スズメダイじゃない？いや、スズメダイな気がするわ。あれはスズメダイな気がする。君スズメダイか？姿を見せてくれ。おいおい、殺すぞ。あ、いなくなっちゃった。いや、わかんないですね。真相は闇の中です。お、なんかいますよ。これは何？お、なんかカニいた。カニカニ、めっちゃなんかもっさもさのカニ、なんか毛ガニの雑魚みたいな。気持ちいいっすね。ちょっと魚食う時間なくなるんで、そろそろちょっとタイドプールの真ん中で魚でも殺しましょう。生で食うように、まあ切るの、包丁の代わりのハサミと、ちょっと一応ライターがあるんで。あ、スズメダイいるな。最悪なんか使ったパンツ燃やして火通せないかなって思ってるんですけど、線の心配だしね。あー、いっぱい魚いるな、すごい。はい、なんか気づいたら動画切れちゃってたんですけど、まあなんか見るだけ見たので。あ、いたいたいた。あれかな、あれだ、八重山銀歩かな、今は分かんないけど、ちょっと大きめの個体がいましたね。黒いスズメダイみたいなやつ気になるけど取れないな。いやー、いいっすね、タイドプール最高、気持ちいい。ん？おー、こいつ魚じゃん。あー、潜った潜った、すみません。魚だったんだ、あれいっぱいハゼいる。なんかメダカみたいなのもいるし。いやー、すごい。あ、なんだ君、なんだ君、マジで。うわ、すっげー、しっぽ黄色いルリスズメダイの幼体じゃないこれ、すっごい。あ、やばいやばいやばいやばやば、いや気持ちいい。魚食えないな。あ、逃げてる魚。あれ何、銀ポケ？いや、あれはヤッコに見える。俺に飯を食わしてる。あ、見える見える見える。あ、シャコじゃん、あれシャコだよ多分、わかんないけど。本当にシャコか？いや、シャコじゃないかもしれない。いや、シャコだ、多分シャコだ。すごい、これを退屈させてくれよ。あ、シャコシャコシャコですね、シャコ。ケツ見えてる。あ、潜ってく潜ってく、取れないかな。よいしょ。あ、今ケツ掴んだ。今ケツ掴んでる。よし、開いて。シャコパンチ食らったし。あ、いるいるいる、いける気がする。このシャコパンチ耐えれるぞ。人類なめんな。よしよしよし。行くぞ。あー、逃げる逃げる。いや、完全にシャコですね。なんかもう。諦めてやるよ、シャコでしたね。俺に飯を食わせてくれ、俺を退屈させてくれ。あ、カニいる、カニ、楽しい。もうダメだ、カニですね。落ち着け落ち着け。沖縄のルリスズメダイ、尻尾黄色いんだっけな。釣れちゃいました。じゃあナオコくんと一緒にね、蝶々子でも食べようかと思います。よし、いや楽しすぎるマジで。行きましょう。おい、はい、こいつが今回の獲物。よっしゃ、何なのかよくわかんないハナダイと蝶々子ですね。よし、これ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 っす。と蝶々子、これすんげー綺麗、死んでも綺麗だ。これをね、ちょっとなんとかして食べていこうと思います。どうしよっかな、一旦ちょっと口に、うわ、すっげー口めっちゃ伸びる。口に一旦割り箸刺して、使ったパンツ燃やして
それで食えないか試して、ダメだったら生でいきましょう。よし、割り箸バイト。よし、蝶々子くん口開けて。はい、蝶々子くん、ちょっとおちょぼ口で、包丁が口入んない。包丁じゃねえ、割り箸。ちょ、口こんなんじゃ刺さんねえよ。入った入った、よしよしよし。はい、これが全人類待望の蝶々子串ですね。蝶々子串、すっげえ。そしてなんかよくわかんない花台の串を作ります。うわ、口から血入ってる。よし、飲め。食まで加えろ。よし、小腸はちゃんと鱗あるんですね。ちょっと指で剥がしちゃいましょう。すごい、鱗透明だから剥がしても色同じでそのままなんだね。隠したくないな。おそらくパンツだけじゃね、燃やしきれないから生になると思うんだよな。プール誰も人いないし、立ち入り禁止なのかな。おお、なんかいる、なんか見えるわ。俺には見えるぞ、魚が。いやー、ちょっとタイドプール楽しすぎか。魚も殴られたし、あのシャコ食いたかったな、今思えば。それで人々がインスタ映え狙ってんのに、一人だけに釣った魚の鱗を向いてるのは優越感に浸れて気持ちいいですね。よしよしよし、よし、大抵取れたでしょう、これで鱗。よし、これで、このパンツに火をつけて、それで焼けたら最高。よしよしよし。沖縄すごい、氷が 4.5 キロの塊で売ってる。ちょっとまず勝利の一服を。おお、カニいるわ、気持ちいいな。パンツ、パンツ全然燃えないですね。あっち、熱いのに燃えない。パンツ燃えないな、無理そうだな。包丁で刺身作って、そんで燃えてたら食べよう。
ちゃん、ハサミちゃん。ハサミのやつ。いや、魚って三枚おろしとか大変に見えるけど、ハサミでやればいけると思う。絶対にいける。絶対にいけるんで、いきます。まず頭を落とす。こんなとこでしょ。えい、勝手。やっぱ出歯って偉大だな。で、お腹から入れて、あ、内臓とめきや。こんな感じでジュギジュギ切っていきましょう。切れた。おお、肝とか入ってるね。やっぱ魚だしね、当然。よしよしよし、全然切れるよくない。内臓が取れました。あげるよ、磯の民。ちょっと内臓にね、魚やってこないか楽しみですね。全然やってこない。ほら、蝶々だよ。いや、全然やってこねえわ。ダメだこりゃ。よし、内臓を。はい。あ、来た来た、カニがやってきてる。いいね。まあ、カニくんは後で。で、ちょっとまあ味が分かったらね、あとは磯のためにあげればいいかなと思うんで、ちょっと切っていきましょう。よしよしよし、あー優秀。ハサミすげえ。全然切れる。よいしょ。あ、全然ハサミで魚切れますね。うまくは切れんけど。よしよしよし。よしよしよし。よし、できたできた。蝶々魚の半身。はい、これが蝶々魚の半身。すげえ色。ちょっともう皮ごといこうかな。やっぱ中身は普通の白身魚ですね。おーし、はい、食べろ。皮引きとかはね、絶対に。あ、すごい、ここすごい。これですよ。ここ皮下脂肪がめっちゃ乗ってる。あのヒレと縁側的な部分、これうまいでしょ絶対。ちょっとい、や、3枚全部身にしてからここの氷水で洗って食べよう。はい、2個目いきます。ハサミで切っていく。全然切れないわ、こっち。皮剥いてるみたい。よし。あー、ひどい。悪い三枚おろしの例みたいになっちゃった。悲しい。いやー、なんか分厚い骨があるね。いやー、こんなもんか。ちょっと鱗剥がして。
よし、ちょうちょう、とりあえずこれで3枚切る。じゃあこいつも切って、半分まで切って、ここからちょう、よしよしよし、オッケーオッケー、はみ取れた、簡単簡単ですよ。ハサミ入れて、ちょきちょき、あー、うまく切れ、あー、すっげー綺麗な白身、謎の花台みたいなやつを、こういう真っ白な、よいしょ、白身ですね、よいしょ、なんだろうな、こいつ、なんか切ってる感じで肉がボロボロだし、なんかなんだろうな、ベラとかの身を切ってる時に近い感覚があります。まあハサミで魚切らないんでちょっとわかんないですけど、旅行先じゃなかったら持って帰って食べれたのにな。今日最終日でこれから帰宅なんですけど、時間タイムスケジュールが鬼、これはしょうがない。よしよし、これで三枚おろしのクソみたいなやつができた。じゃあこの頭とか魚くんにあげましょう。はい、食べろー、これ、よし、これで、まあ、手は海水で洗って、よし、よし、この魚を持ってきた、あと綺麗な氷水でジャボジャボやれば、まあ、食えるでしょう。すげえ鱗、よしよしよし、これと、これとよし、これでちょっと長丁場と花台の食味、あーすごい、あ、見て見て見て、すごい、カニが運んでる、まあいいや、醤油をぶっかけて食べていこうと思います。醤油くんはこれ、よし、ちょ、ゴミを持って帰んないと、よし、ハサミで醤油、ちょっとこの醤油もね、どうせもう今回の旅行中しか使わないんで、はい、実食します。これつが、まず花鯛から、花鯛の刺身、醤油皿がクソ、あー、え、うま、あ、おいしい、あ、ちっちゃいシャコいる、花鯛うまい、この、なんだろう、鯛に近いですね、味、これ鯛だ、あ、おいしい、花鯛うめえ、タイかな、なんかマダイよりも甘みがありますね。あ、めちゃくちゃうまい、これ熟成もしてないのに甘いわ。謎の花鯛、ちょっと動画出すときには調べるんで、花鯛はうまいっす。じゃあ次、チョウチョウゴいきます。えい、うーん、チョウチョウは味がしない、あ、いや、うん、味がしないですね。謎のなんか花鯛か花鯉みたいなあれの方が美味しいですね。まあ、あんまりしくないかな、いや、うん、鱗入ってきた、うん、チョウチョウはちょっと、好みではないんですけど、今偶然見つけたんですけど、これカニじゃない？これカニじゃない？カニだ、カニ、見てこれ、すげえ、カニ、これカニだ、これなんて言うんだろう、七ガニ？すげえ、手がアンバランスに長いカニ、ハサミと比べてこんぐらい、すげえ、
カニだこいつ、石だと思ってた。よし、じゃあ戻りながら、お腹、そう、よこ、あ、でも所長美味しいな、後味とか。ちょっと謎の花代の方が美味しくて、所長は皮目がうまいな、めちゃくちゃうまいわ。あ、美味しい。蝶々子の皮、ガムみたいに噛んでるとめちゃくちゃうまい。謎の花台は身がクソうまくて、なんだろうね、なんかめちゃくちゃ上質なマダイみたいな味ですね。蝶々子は なんだろうこれ、なんかヒラメとかカレーみたいな淡白な味なんですけど、皮の方に皮下脂肪がついてるのか、油がめっちゃうまいっすね。ということで今日の動画終わろうと思います。バイ。